アズマは、大日本帝国海軍が、日露戦争前に、フランスのロワール社から購入した、最初期の装甲巡洋艦。艦名の由来は、福島県北部のアズマ山。本艦は66艦隊の装甲巡洋艦の、第一期拡張計画で、役務型に次いで整備された艦である。日露戦争においては、航続力と速力を活かし、 上村艦隊の主力として活躍した。現在、京都の乃木神社に本館の主怒りが安置されている。船体形状は典型的な平ら板型船体であり、同世代に建造をされた総工巡洋艦、八雲と同様の様式であるが、本館はフランス式設計のために66艦隊の中でも異彩を放った。この頃のフランス総工巡洋艦の常として、 排水量に比して船体が前後に長く、幅の狭い船型であった。また、艦室を二つに分離し、前後に離して配置したために二番煙突と三番煙突の間が離れていた。そのため、同じ三本煙突の役元は遠方からでも容易に区別がついた。また、走行巡洋艦の中では本艦の未吸気と排気を同時に行う二重構造のフランス式煙突と、 強制通風装置を採用しており、同世代のイギリスドイツイタリア軍艦は、煙突付近にキセルを立てたような、通風塔がニョキニョキと林立しているものだが、本艦では数が少ない。これら通風塔は、戦闘時に、艦板上の火災や、砲弾の破片を艦内に引き込んだりするため、日露戦争後の戦訓で本数を減少させたり、通風装置を強化したが、本型は、 設計段階で考慮に入れられており、非常に先進的な考えで建造された艦と言える。だがこの特徴的な二重煙突は後年、多艦同様の単純な構造の煙突に交換されている。船体はしのげなみ性を良くするために還元を高く取られている。艦種には未だ昇格がついている。手法は新設計の 20.3cm 砲を 大円筒型の連装方塔にまとめ、一番手砲塔、司令塔を組み込んだ、相打環境、端足の前小柱、三本煙突のうち二番煙突と三番煙突の間隔は広い。その後ろに関西艇置き場、ボートクレーンの基部を兼ねる端足の水、二番手砲塔の順である。15.2センチメートル炭素12基。 甲板砲クルワブ4機に原則に2機の片言6機が配置。他には、水雷艇対策に、艦首艦尾と上甲板に 8cm 炭素速射砲が12リ 47mm 砲が炭素12機が前、帆柱と水ん、上甲板に12機配されるのは、薬もと同じである。本級の手法は、新設計の 20.3cm 砲である。これを、 楕円筒型の連装砲塔に収めた。この砲塔は左右150度に旋回でき、行角30度、深く5度であった。重量 113kg の砲弾を毎分2発の間隔で発射できた。射程は行角30度で18000メートルである。副砲は1895年型15.2センチメートル砲を採用し、この砲は毎分5発を発射できたが、 熟練した兵ならば7発が可能であった。45.4kg の砲弾を不行角度は、行角20度、深く5度で、行角20度で9 1 4 0メートルの射程を持っていた。他に、ビッカーズ社の1894年型 8cm 砲を炭素砲がで12機、47mm 炭素砲を12機、 4 5 7トル魚雷発射管を単装で、監視部水上に1機、原則部水中に4機を装備した。ボイラーは、当時の最新型高性能機関である、フランス製のベルビール式石炭潜唱管を24個。これに、直立型三段膨張式4機等レシプロ機関2機に軸推進とし、出力は、約もよりも 1500hp 高い 17000hp。 速力20.0ノットを発揮した。航続距離は石炭12,750トンで速力10ノットで7000回りと当時にして大航続距離を誇った。なお、本級のベルビール式高圧艦は艦内の蒸気艦の漏洩が多発し経験の少ない日本海軍の機関員を悩ませた。しかし、ベルビール艦に悩まされたのは 海軍の教師であったイギリス海軍でも同様であり、途中で投げ出して、機関の発達に低迷したイギリス海軍とは違い、日本海軍は、機関員の熟練と対策によりちゃんと使いこなした、点は高く評価できる。また、それは、第一次大戦時に、スエズ運河への長距離戦団護衛に派遣され、戦団護衛に従事したことで十分に証明している。 本級は、日露戦争当時の66艦隊の中で唯一、仏国製の艦で、特に船体の全長が135.9メートルと、長く、当時の戦艦、三笠の水戦魔町が121.9メートルである、ことから、いかに長い船体であったかがわかる。水戦魔町が、約15メートル長く、幅が、約2メートル、狭い細長い船体を持ち、 また、間室が前後に分かれていることから第二煙突と第三煙突の間が開いているなど、独特の艦姿をしており、当時の国内において、アズマを入居させることができるドックを持っていたのは、裏側ドックのみで、常にこのドックを使用していた。そのため、裏側には本館の写真が多く残っている。日本海軍史第9巻、第10巻の小艦履歴及び、官報に基づく。 階級は就任時のもの、動く艦艇から覗かれた。一説によると、心臓時から使用しているベルビール艦の整備が難しく、艦艦の漏水に悩まされたとのこと。戦局の悪化から無用兵器の鉄源活用として、スクラップか新艦の建造に利用された。日露戦争当時の使用艦艇のうち、練習特務艦となったものを含めても大東は、 戦争中に解体されたものは、アズのみであり、非常に特殊な扱いをされた艦である。野木神社のアズマ主以下には、平成3年に、京都府出身の旧海軍従軍者の西岸によって、慰霊碑総会に眠る和高度の碑が建立されることになり、その慰霊のモニュメントとして安置されたそうである。重量は約3.8トン。66艦隊計画の6隻の、 装甲巡洋艦は政治的事情からイギリス以外に発注する必要があり、フランスで製造されたアズマとドイツで製造されたヤクモは複方が6インチ12問でやや小型であるほかは同一戦隊に編入して戦術運動を行うため船型はもちろん並走形式も共通とし、実際には同型艦に近い。ありがとうございます。